い、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。ヒロチン修行会そこまで、そこまでね、富士山の意味わかんない、意味わかんないやつね、うん、意味わかんないやつ入りました。多分俺の声のトーンとかで変えてくれてんだよ、そこのえへへとか。そこまで考えられてます。うん、だからあれはね、あの突発で出てる やつなんだよね。あ、なるほどなるほど。そうそう、だからヒロチン修行会あれおかしいの、あれおかしいの、あれヒロチン修行会で、あ、それじゃあ不正解なんだよ。ちょっとわかんない、だから俺が俺が気合い入れて言うと富士も気合い入れて言うし、はい、あ、なるほど、連動してんすね。多分連動してんだと思う。わかんない、俺はそこのルールは俺は把握してないけど。いや、だってあるかどうかまだわかんないですもんね、ルールが。そう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 、分かってはない。難しいな。はい、本日ははい、ヤグラ、ヤグラなんか困ってんの？いや、ヤグラちょっとヒロチン修行会のおかげもありまして、うん、まず全部 X、あ、そうだ、全部 X になりましたっていうのをこの動画ではやってなかったか。そうです、初めて。あ、そうだ、 X 行かさせていただいて全部、うん、で今ちょっとちょこちょこ X 帯でもやってるんですけど、うん、あのヤグラだけ、うん、下手くそっていうのに気づきました。あ、なるほど、パワーがヤグラだけ低い、パワーがヤグラだけ低いですね、はいはいはい、明らかになんか X 上がってから勝率が振るってないというか。なるほど、ちょっとだから今回はヤグラの概念から、ヤグラの概念からね、ヤグラの概念から、ヤグラの概念からね、話しなきゃいけないんですけど、まず、はい、もうヤグラだけパワーが低いっていうので、はい、もうなんか原因が想像つく。あれ、もう、もう想像ついてます。僕1週間ぐらいちょっと考えましたけど、いや、想像ついてます。嘘でしょ。あのね、はい、必戦はヤグラ弱い、そもそも。あー、なるほど。うん、あの、僕困ってるのが守りなんですよね。うん、攻めは結構他のルールとそんな変わんないというか、前攻めしてやってってみたいな、守りが結構あたふたしちゃうというか、止めれないでしょ。止めれないんですよ、ね、うん、最終的に体でいかないといけなくて、うん、取られちゃうみたいな、うん、で体でいってもなんか矢倉上に対してなんかちょっとうまく攻撃できなかったり。そうなんですよ、なんか棒で消えちゃうんですよね。そうでしょ、はい、そうそうそう、なんで、はいはいはい、で必戦はもう食い棒の方でずっとやってた。食い棒の方で、はい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 、やってましたね。一回西さんにちょっと聞いたんですよね、うん、雨フラッシュとフラッシュボムどうですか、うん、言ったんですけど、まあでもそれでもちょっときついかもしんないねみたいな、うん、だったんで、で最終的に体で止めに行くんで、じゃあ雨の方がいいかなみたいな、うん、はい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 、感じで今これ使ってます。なるほどね。まずね、食い棒がね弱いんだよ、ヤグラ。ヤグラっすか。うん、ヤグラ上にボムを乗せるっていう行為は強いんだけど、はいはいはい、スプラッシュボムとか吸盤、はいはいはい、食い棒ってさ、即爆発しちゃってさ、そうっすね、一角のダメージも出ないじゃん。出ない、35、そう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 、だからね、ヤグラ上の人に対しての制限がね弱いんだ。はいはいはい、うん、ボムとかだとボムが置いてあったらもう半分は前出れなくなっちゃうんだよね、ヤグラの上、別の裏もあんないといけない。そう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 、だからやっぱボム系は強いんだけど。なるほど。そう、ちょっとね、食い棒は弱いんですけども、はい、まだこのレベルパワー帯なら、はい、全然多分やれることあるから。そうですね。うん、まあ止めが苦手なんでしょう。止め、守りが苦手、うん、守りが苦手なんでしょう。必戦系、まあローラーとか必戦とか、はい、そういう武器はあの守りの時にあの潜伏をする、でその潜伏する位置、守りで潜伏する位置は第一関門とか第二関門の近く、関門の近くで、関門に敵が来た瞬間に矢倉上の敵を倒す。はい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 。で生存する。これができるようになるとこういう武器でも、意外と守り取れる。正面から行くと絶対勝てないから。はいはいはい、はい、うん、もう前もって第一関門第二関門の近くに潜伏しとく。わー、これが超いち早くちょっと察知しないといけない。そうそう、だから、なるほど、例えばさ、こっちが第一関門まで進めるじゃん。はい。で岩下からヒロチンから落ちちゃう。はい。ってなると残り味方3人じゃん。はい。でそっから少しずつ味方がやられてって全員死んじゃいました。はい。ってなった時に
ヒロチンが一番最初に復帰するじゃん。そうっすね。で、復帰したくらいに多分敵はヤグラを戻し始めるんだ。はいはいはい。この間に自分の第一関門のバレないとこに潜伏しとく。なるほど。これが超重要なんです。確かになんか塗り出しちゃって体見せちゃうみたいな。体見せないで潜伏しとく。なるほどなるほど。そう。今のルールだと、ルールってかステージだと、はい。ザトマとキャンプ場でしょ？ザトマとモンガラキャ、モンガラキャンプ場が。はい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 。ちょっとザトをちょっと一回、散歩入って。そこの第一、敵の第一関門行ってもらえ。自分の、あ、そこ、その右手前。うん、そうそう、そこでしょ？はい。あの、奥のブロックんとこ。だからその辺だね。はい。もうちょい、関門の近くでいいかな。ここはマジ強い、潜伏。あー、まあ確かに。真ん中、ここはあんま通んないですもんね。そう、そこ通んないのよ、攻めるときに。ここ、そうっすね。うん。ここ警戒で、こことかいるから。そう。なるほど、なるほど。復帰して、自分が一番最初、味方と、だから順々に落ちて、自分が一番最初に復帰して、これから相手が攻めになるなっていうタイミングは、もうバーってそこに走って潜伏。はいはいはい。で、第一関門に来たら、第一関門に来たら、絶対、もう9割9分、こっち側に立ってるから。こっち側にいますよ。うん。それをバシャバシャってやって、生きる。はい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 。うん。そっち側とかに抜けて、まあそこまで抜けなくてもいいけど、敵高に入るとかね。その、はい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 。その目の前の高台に上がるとか。確かに。そうそうそう、そこに上がるとか。はいはいはい、はい、ってなると挟める形取れて人数有利もついて矢倉が戻る。なるほど。うん、そういうのを試合中にちょろちょろ混ぜていくとだいぶ変わる。確かになんか俺こことか立っちゃってました。このこことか。そこはね止めれないのよ。そこは第一関門になんかグレ投げるとか。そう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 、あの吸盤ボムとか持ってる人はそこでいいんだけど。確かに。そう。もうメインで行かないとダメだから、どうやっても、必戦は。はいはいはい。だったらもう最初から有利な位置先に陣取ってっていう。結構やられるでしょ、ローラーとかにも。自分が、ローラーやられますね。そうそうそう。で、自分が第一関門を進めた時に、後ろにローラーがいて潜伏してるみたいな。まあ、あれをやろうっていう話なんだけど、確かにそこは強い。取って逃げるが大事っすね。そう。あと、じゃあ、第一関門進められちゃいましたって、第二関門まで敵が来たとするじゃん。第二関門、はい。そう。そこに、敵がそこに来た時に、ちょっと一回リス戻って。止めに行く時ってどう止めに行く？いや、もうだから、なんかもうこうっすね。そっからもうバシャバシャでしょ？バシャバシャ正面から、まあ。その、落ちた順で、自分が一番最後に落ちちゃって、そこに来た場合って、まあ、そっから行くしかないの、時間的に。そうっすね。うん、それはしょうがないんだけど、じゃあ先に陣取り、陣地を取れる、その潜伏入れれるってなった時に強いのが左のブロックんとこ、逆に。逆に左のブロックんとこ。うん、そことか、その上に乗っとくとか。ああ、はい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 。うん。で、その第二関門後ろから取りに行く。はいはいはい、はい。うん、それはまず強い。ポジションとしてね。なるほど。ただ、敵もそこ取りに来るから。そうっすね、ここ。入る。そう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 。なんだけど、そこのポジションは強い。はい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 。うん。関門の近く潜伏、なるほど。そう。それをちょっと今日意識してほしいね。はい。はい。で、モンガラも見よっか。一応。はい、モンガラの方むずくない？そんなことない？いや、モンガラむずいっす。モンガラめっちゃむずいっすね。ああ、まあ、初心者はやっぱそう言うよね。あれ？これ必勝法があるな。いや、まあ必戦はちょっとむずいな。ちょっと射程がねえからな。まあ、真っ直ぐ出て、とりあえず、ここは、第二関門を進めた方が勝ちって思って。あ、そうですよね。うん。第一関門は、もう進められても、いい、正直。はい、はいはいはい。うん。もう無理に止めに行かなくてもいい、なんなら。第二関門を止めるとき、じゃあ、一回自陣戻ってもらって、敵が第二関門まで来たってなったらどう止めに行く？いや、もう。まあ、右からっすね。右からもうほんと、でもここに来られて、うん、もう射程で勝てなくて、うん、通られるみたいな。はいはいはい。
こと多いっすね。最強の場所あるから、ちょっと戻って、リスに。リス戻って。必勝法が。あるあるある。このゲームには必勝法がある。ある、このゲームには必勝法がある。左、入る。あ、違う。うん、そう、そっち。あ、うん、スポンジからでもいいんだけど、まあ、どっちからでもいいや。多分、リスからだと多分そっちから回ることの方が多いな。そっから壁塗って、はい、そっから突撃。関門に。あー、はい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 。うん。で、まあ、その、必戦が弱いっていうのが、例えば、俺がそっから、ザップで取りに行くなら、吸盤を、矢倉の前側に投げて、後ろ決め打ちしに行くんだ。はい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 。そっから、矢倉の、前に吸盤ポイって投げて、後ろを決め打ちしに行くみたいなのができるんだけど、はいはいはい、必戦はちょっとメインの関係上、多分柱に座れることが多いと思うから、そうですね。難しいんだけど、そっからの第二関求めは強い、マジで。確かに。上で引っかかんないですもんね。うん。しかも。もうちょっと、その、坂側から行ってもいい。なんなら。あ、こっち側の。もうちょい、その、そうそうそう、そっちの上側から、うん、その辺から行ってもいい。まずそっから、その、そこの通路を押さえてるやついるか見て。はい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 。うん。矢倉のこの手前とかに敵いないか見て、いるようならそれ先に取ってもいいし。あ、確かに前攻めしてる時のここの必戦超強いな。うん。相手が前攻めしてる時の。そう。そこは壁があるから、射程短くても割と立ち回れる。そうっす。反対側の、その、矢倉の奥側第二関門の奥側だから、岩下が最初にこっちから止めてるって言ってた方。はい、右側から行ってました。そうそう。あっちは、あの、遮蔽物もあんまないし。そうっすね。多分押し込まれて、何もできないで死んじゃうから。はい、はいはいはい。そっちメインで戦った方がいいと思う。止めんとき、止めるとき。確かに。うん。で、進めるときは、はい。第二関門の、前に出る。あのね、あんま左行かなくていいよ、進めるときこれ。正面押さえた方がいい。あー、なるほど。うん。左はね、あの、誰でも押さえれるんだ。はいはい。割と、あ、その、味方。味方ってもう NPC と一緒だけどさ。やっぱ大事なとこを押さえたいんだけど、前はね、はい、自分で押さえた方がいい、中央通路は。うん、うん。うん。攻めるときは、第二、その、まず、俺がいつもやってんのは、第2関門行く前、第1関門進んだ時ぐらいに、もうその正面のレール塗る。そこの、敵のレール。レール塗る。敵のレール。はいはいはい。そこのレール塗ると、もう左行けなくなるんだ、敵。真ん中からそうっすね。うん。あの、わざわざ左奥からこう回ってくるやつってあんまいないんだ。はい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 。うん。で、奥から回ってくるやつってそんな怖くない。そこのレールから突っ込んでくるやつって、なんかとっさに、とっさな反応しなきゃいけないこと多いから、あそこ。はい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 。うん。正面行った人はそこのレールを押さえてあげる。レール塗る、なるほど。うん。食い棒で塗れるから、なんならさ、食い棒ならもっと後ろ下がってる状態から塗れるっしょ。そうそう、その辺から塗れるっしょ、そこのレール。ああ、ほんとだ。うん。そうそう、まずそこ。それが大事なんですね。それやると左に行かなくなる。敵が。あー、確かに、もう、しかもそこ降りちゃったら戻れないですもんね。そう。ジャンプでしか。そこを押さえて、その辺ま、今いる位置まで押さえに行きたい。できれば。この、これで、バルーンの横で戦うみたいな。うん、そう、そこまで行けたら最高。まあ、ただ、必戦だとちょっと難しいかもね。はいはいはい、はい。うん、シューター、俺、ザップやるときはそこまでガッツリ行くんだけど、ちょっと必戦だと射程短いから行けない可能性あるけど、でも、気持ち的にはそこまで押さえたい。まあ、ここまで押さえれたら、第二カボン。通るよ。うん。なんなら第一関門通すときにそこまで押してたい。ああ、もう関係なく。関係なく。関係なく、はい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 、はい、うん。まあちょっと長くなりましたけども、行きましょうか。毎回。毎回概念から。この3出る直前に。また概念から。いやでも俺も今新しい武器使い始めてさ。あ、なんですか？スパイ、ジェットですか？スパイガジェット。スパイ、ああ、使ってましたね、どこで。うん、そう、あれ使って、俺もだからもう3やってるような感覚でやってるから。今まで見たことも触ったこともない武器持って。楽しい。楽しめますね。全然楽しめる。3出てもやってないかもしれない、3。スパイガジェットがハマって。あるでしょ、3には絶対。スパイガジェットって何、強いんすか？
いやーよー、まあ強っ、いや俺はなんか強いんじゃねえかなと思うんだけど、なんかやった感じ。あ、はいはい、ニサそういうの好きそう。うん、じゃあちょっと俺の声ミュートしてね。はい、ちょっとミュートします。はいはい、じゃあザトーマーケットね。うん、まあまあ見ていきましょうよ。この時は関門で、はい、相手の構成的にはまああんまり怖えっていう声はいないね。バリアブルがまあミサイル回してくるかなって感じで、いいよ、いい位置取れてるね。うん、攻めはねいいよね。あ、やられてる。やったよ、スパッタリヒュー。ナイス、全然大丈夫。ローラーがいたか。でこれ人数不利ついてるんで、これ相手こっから相手進めてくるんですよ。こういう時に潜伏入れる。いやーごめん、こういう時に潜伏入れとく先に。そう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 、あそこ降りると見られるな。そう、塗りがないとね見られるんで早く行かなきゃいけないんですけど。あ、これとかね、立体1枚落ちて、こっから今敵が攻めになるんで、そうそう、その辺の位置から止めに行く。まあまあ相手攻めれなさそうだね。いやー、ローラーいるよねー。まあでも2枚落ちてるんで多分止まるでしょう。戻ってくる。お、ガロン引け落とした。さあ、こっからアーマーもたまるよ。うん、うわ、目の前見えなかった。目の前見えなかったって。だからこうなると、あ、まあ味方が止めてくれてるけど、こういう時は2落ちなんで、もうすぐ櫓に突撃でいい。櫓に突撃でいいです、これは。人数有利の時は、人数有利で、敵が攻めてるカウントを取ろうとしてるときはもう突撃、基本突撃で大丈夫です。ヒロチンはね、アーマー吐くのがちょっと遅かったりするんで、もう必戦のアーマーはガンガン回していいと思う。そんななんかこう、そんな器用にね、敵のスペシャルとか味方のなんかこう状況に合わせてアーマー吐くみたいなのが多分できないんで、その位置的にもね、前にいることが多分多いと思うから。だるいなあれ。なんでもう自分が使いたいと思った時にガンガン使っていくべきですね。はい、で、第一カモン。いやーごめん、あーここね、竹降りんのかそれ。ナイスナイス、第一カモンってこない。第一カモンでかいね。うん、ここ第一関門進むとスルッと第二関門まで行けちゃうようなマップなので。いやー、そこ通ってくんのか。まあ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 、そこにいるっていうことは矢倉進みますからね。あ、でも進んでる。そう、あそこにいる敵がおかしいんで、ちょっと今のは正直あれがいたところでなんともなんともないですね。あ、これ1枚落ちたでしょ。こういう時にさっき俺が言ってた場所に潜伏。できたりするとよかったね。まあちょっと相手ミサイル持ちがいるんでバレちゃうんで、それがすごいミサイルの強いところなんですけど。さあ第一カモン絶対進ませない。相打ち十分、相打ち十分です。相打ち十分ですよ。バリアブル戻り、ここは攻めターンだね。いやーごめん。うん、まあ、攻めの意識は良かったけどね。ちょっとゴリ押しすぎてる。まあゴリ押しだったね今のは。そうそう、こうなると相手が今度、あ、これはない。あ、それはい、これはまずい。もらったね、これもらったね。これもう突撃しないと間に合わないかな。40でしょ。うわー、丸みさすよ。あー、それもう右から行くと間に合わないかも。突撃した方がいい、これ。いやーごめん。あー、今のはねー、いや味方ありがて。あ、止まってる今の。まあ確かにミサイル来たから
ちょっと味方と事故る可能性、いやこれも右から行かないで突撃した方がいい。ここで、あの、取られる、カウント取られると負けになるんで、カウント的に。いましたー、行かないと負けるぞー。おーい、ナイスです。ばったり。ちょっと俺の見てる画面が遅延あんのかな、かなりギリギリに見えたけど。ナイスナイスナイス。ちょっと俺が見てた画面が、はい、遅延あるかわかんないけど、はいはいはい、その40カウントまでこっち進めてたじゃん。はいはいはい。で、相手が攻めてきて第一カウントを突破しました。で、岩下がナイス玉でやられて、うわーやばいってなったとこあるじゃん。はい。で、復帰した後あれ右から回ったけど、はい、あれ右から回ってたら間に合わない可能性があるなって俺思ったんだけど、矢倉のカウント。あ、そうっすね。あのタイミングでカウントリード取られたらほぼ負けるよ試合。あ、俺もう、まあここは超えられてもいいから。ああ、あのタイミングはダメ。ああ、ダメなんすね。残りだって30時間っすか。残り30秒切ってたから。そうそう、なんだろう、確かにあのあと一回も攻めれてないですもん。そう、残り30秒とかでリードされると、はい、相手の止めるバリエーションってすげえ増えるんだ。はいはいはい。止めちゃえばいいから。はいはいはい。うん。なんならナイス玉投げたら終わりだよ。そうっす。そう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 。ナイス玉ありましたね。ガロン持ってましたね。そうそうそう。だから、本当に残り時間少ないときは、リードなるべくさせないように、動かないと、はい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 。ダメかなって俺は思う。いやもう、見るとこ多いっすよ、スプラ。まあね。イカもそうだし、うん、時間、そうですね、時間見れてなかったっすね。うん。確かに。まあ、あと、第一関門のとこの潜伏難しいね。はい、むずいっすね。うん、毎回降りるところで、なんか、結構奥まで見える。うん。結構、だから、なんか右からちょっと隠れて降りたりして。ああ、そう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 。丸見さでバレて、みたいな。そう、丸見さが強いのがそこなのよ。そうなんすよ、ね。あいつら全部無効化するから。まあ、でもそれをバレないように、潜伏する。はいはいはい、うん、そうですね。のが大事だね。うん。確かに味方もやってましたしね、うん、なんかあそこ先輩がやっぱ強いんだなと思って、うん、確かに確かに勝てたけど、ちょっと味方のおかげで勝ったって感じです、うん、まあでも止めるときもいちいち相打ち取ってたりしてたから。そうですね、相打ちは取れた。まあそこまで、そこまでなんかこう岩下が超お荷物になってたっていう別に試合ではないから。はい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 、はい、うん、っていう感じ。ちょっと最後怖かったなっていうぐらい。そうですね、うん、確かに守りちょっとそうです。あと10戦ぐらい見るの。ええ2時間フルです17時から19時。17時から19時の2時間フル2時間フルで行く。1万5000円コースでしょ今日。いや2時間で1万5000円、まあ、確かにそんぐらいすんのかな。プロのコーチングって確かにありがたいですけどね。全然いいですけど。じゃあミュートします。はい。あ、来た来た来た。モンガラ来た、モンガラ来た。モンガラは悩む人多いよね、やっぱね。特にプレッサーがいると、かなり厳しいんだよね。こっちにもプレッサー欲しいってなっちゃうんだけども、あのジェットはなんだ？ミサイルの方かな？うん。まあ、初動は、もう好きなように。1キル目を取れるのがどこかっていうのを探して、1キル目取りやすいとこ。うん。タイミング見て、敵の中央下まで。うん、そこまで取りに行く。そう。で、もう、抑える。これは敵がうまかったな。これは敵がうまかったね。さあ、これもう第二関門止めなきゃいけないんで。さあ、岩下覚えてるか。俺の言ったこと覚えてるか。さあ、間に合うか。あ、でも味方が止めてくれた。うん。3落ち。いいよ、この道作っといたのもでかい。次来た時に同じルートを塗らないでいけるから。やられた。残ってるのローラーですかね。 OK で、ここをうわー、それすごい。止めたいんですけども、レール塗るぐらいまで詰めるっていう意識で。いやごめん、相打ちだ。いや相打ちだったら済むんじゃねえかこれ。うん、ナイス相打ちだね今のは。あ、いい、ナイス。それでかい。これ中央詰めしたいね。その方が味方乗ってるんで
使用詰めでレール押さえる。はい、オッケー。いやー、そこもいいのか。まあ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 、何かまあ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 、うん、あ、いいね。そっから行くね。そっから、そこの敵、うん、いいね、いいね、いいね。そこ強いから、それ取りに行きたい。OK。で、3落ち、ジェットだけ。ジェット無視して前出る。前出ていい、前出ていい、前出ていい、前出ていい。あー、ここ下がんなくていいんだよね。ここ下がんなくていいんだよね。ここでもう前詰めする。前詰めしちゃう。で、レール塗る。レール行かせない、絶対。時間かける、時間かける、時間かける。今のは塗り状況も良くなかったから、やっぱ前に出てね、あそこで戦えないんですよ、あれだと。なんで俺が前出るって言ったタイミングで前出て、先に塗り作って敵迎え入れれば、だいぶ余裕ある形で敵と対面できるんで。さっきのもやっぱり前に出るタイミングすごい重要なんで。あと一発。あ、それ危ない。その真下のローラーね、ちょっと怖いけども。あー、惜しい。あともうちょい。うわ、めっちゃ敵来てる。まあまあ2分でカウントも勝ってるんで。で、この試合のでかいとこは、第2関門到着してちょっとだけカウント進めてるんで、ちょっとだけカウント進めれてるんで、まあ、第2関門つくぐらいで止めれれば勝てると。奪われてるけど、あー、二落ちだ。 OK。 前詰めて、前詰めでいい、前詰めでいい。後ろ見なくていい、ここ。そうそう、あー、そうそう、そっち側見た方がいい、そっち側見た方がいい。いやー、ごめん、ちょっと1枚。まあ十分十分。とりあえず2落ち、矢倉乗ってくる。さあ、ここもう道もできてるんで早いですよ、ここから移動するのは。で、相手はジャンプして多分来るんで。さあ、いない。関門進んでる。矢倉進んでるぞ、大丈夫か。今落ちしてるナイス。そこら辺いるんじゃ。それ強い。左はね、まあまあ左は一人いりゃいいんすよ。まあそれ倒しましょう。いや、ごめん。第二関門進んでるけど、もう甘い。あ、オッケー、甘入ったな。これ進まないんすよ。なんでかっていうと、中央を押してないんで。中央を押してないんで進みやしない、これ。うん、潜伏でキル入れて。うわ、やー、強い一戦。まあまあ今のはそれでいいね。それまずい。まあまあ相手はもう矢倉乗んなきゃいけない。まあこれは勝ちだね。ナイス。うん。はい。うん。よかったっすか。うん、まあ悪くはなかった。丸くはなかった。うん、まあ、いや、言う、もうちょっとやれるとこがあるとするなら、はいはいはい。一回敵の通路、中央通路押したとこあったじゃん。あ、一回、これ何でしたっけ、このスピナーのやつ。ああ、ノーチラス。ノーチラス取って、でその後やられちゃったとこ。そう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 、はい、あそこの一個前のシーンって、はい、敵がオールしてあの状況になったんだけど、はいはいはい、オールしたのに岩下一回右行ったんだ、中央の。はい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 、一回中央の右行ってから戻って中央の敵の方に通路に行ったんだ。はい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 、全落ちしてんのに一回右行った。そのせいで先に前出て塗りを作るっていうタイミングを失ったの。だから結果として、塗り状況悪いところで、ノーチラスと対面になって、勝ったけど、次取られちゃう。はいはい、はい。カバーにやられるっていう状況になっちゃったんだ。はい、その右に行ったタイミングをなくして、最初からまっすぐ前行って、塗り状況を良くして戦ってれば、もっといい対面できた。まあ、確かに、
もともとその2枚目ってジェットに確か取られた。そう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 。なんでそのジェットがやりやすい形での戦闘になっちゃった。そう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 。あのタイミングで4落ちしてたらなんなら敵タカ取りに行けた。あの通路相手のスポンジまっすぐ行くとスポンジあんじゃん。はい。あの奥行ってもう壁取る。壁？だから敵が第二関門、岩下が第二関門止めたいとこあるじゃん。はい。こっちが攻められてる時に。あ、こう行って右回ってってことですか。そう。うん。あそこ取られてみ必戦に終わるよ。ああ。そう。確かに行ける時間帯確かにあったな。そう。あれ、あそこ、やるんすね。そう。あそこに行けるタイミングって敵がオールした時だけだから。はいはいはい。試合中のそこは見逃したくないんだよね。必戦が確かに前で全部オール取ったらいけますよね。いけるいけるいける。あそこの壁取られたらもう、第二関門とかももう、止めれないから絶対。なるほどなるほど。行けるタイミングあったら行きたい。ちょっと試してみます。うん。でそれ取れるようになったら、パワー多分2400とか500まで上がるよ。あら。それできるようになったら。はいはいはい。うん。なんで右行ったんだろうなぁ。そう、あのね。塗りたい。やっぱ塗りたいってなった。塗りたいね。うん。岩下の立ち位置の人って、その、射程がない分、はい、位置に、その自分が立つ位置にすごい敏感じゃないといけないから。はいはいはい。で、そのすごい、その自分の有利な位置に立つのって、もう相手の人数状況でしか、その、なんだろう、有利位置取ることってできないから。はいはいはい。やっぱ敏感になってないといけない。こっちの人数とあっちの人数は。そう。ってな感じかな。なるほどなるほど。うん。だって全体的に今悪くはなかったね。取るとこは取ってたし。はい。なんか、やろうとしてはいたんですけど、うん、ここであんまり、なんか相打ちとか、うん。結構なんか、でかい成果を得られなかったっす。うん。ちょっと、モンガラ来たら、ちょっとミュートにしなくていいや。はい、あ、じゃあ一回ミュートにしなくていいや。ちょっとタイミングだけ言うわ、一回。あ、了解です、了解です。うん。ディスコラグあります？なんか結構普通に今見てる感じは。ちょっとだけ多分ラグあると思う。ちょっとだけ、まあまあディスコードの配信、そうっすね。あ、ざとね。ざとっす。はい。まあ、基本見てるわ。はい。うん、うん、うん、うん。うわ、バブルです。ハイプレなしだね。それが。ハイプレなし。いいねー。いやー、こいつ。いいねー。いや、全然仕事してるよ。もう敵下がるしかないからね、それ。いいねいいね、持ってきたい、ナイス。おお、いいね。ヤグラの、そういう時もヤグラ乗っちゃっていいね。ああ、もう、ああ、今死んじゃったか、最後。そうっすね、僕死んじゃいました。うん、第一関門は自分で進めちゃっていい。はい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 。うん、確かにここ相手鷹乗れるのも、いやー、それきついね。え？あぶね。いいよ。二落ち。うん。じゃあ、必戦の使い方とかに関してはもう、俺よりも、比べにならないぐらい上手いから。ありがてえ。前の動画でもそれ言ってくれてた。うん。いやいや、俺使えないもん。いや、そんな。ほんとほんと。なんだけど、やっぱりそのタイミングとか位置取りだよね。今とかもう1枚落ちてるから潜伏入れていいんだよね、右に。俺が言ってた場所に。はい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 、はい、入れてみんよ。確かにイカ見れてなかったな今。うん、大使館も行っちゃったかな。抜けられたなら俺なら左から今回ってさっき言ってた場所取る。はい、あー、そうですね。
こなしてる。あ、でも3落ちした。3落ちした時はもう一回矢倉に突撃。うん、これ以上進ませないように矢倉突撃して戻す。うん、よしよしよし。いやー、タレ欲しい。ナイス。いいよ。まあ第一関門進まれたんで、これこの状態で時間足りなく、そのギリギリまでこの状態になるともう負けになるから、もう絶対第一関門ここ死んでもいいから進める。絶対進める。このタイミング、これ進めれないとかなりチャンスなくなると思った方がいい。ナイス。飛ぶ。ごめん、今に良くなかったですかね。どうすればよかったかな。まあ、前止め、キル取って止めるぐらいしかない。まあ、ここも右潜伏ね、こういうタイミングで。いやー、傘強え。傘強いね。これスパイガジェットですか。これは違うね、ガジェットじゃないね、パラシェルターだね。そう、ここも左から止めに行くかな、俺なら今のタイミング。まあまあまあ、それでもいい。で、左降りないようにさせた方がいいね、これもう。左に降りられて負けてるから。そうそうそう、そいつそいつ。そういう奴らがもう先に降りて、矢倉来るの待ってんのよ。いや、そうっすね。そう。先に、あいつらをやりに行く。で、これ、このレベル帯の人たちって左全然警戒しないから。そうそう、矢倉だけ進んで、左に潜伏いるのとか、お構いなしに矢倉進めるからさ。いや。1枚落ち、3、乗れるか。さあ、3落ち、ハイドラだけ。第一関門絶対行きたい。アーマーもうすぐ入っていい。オッケー。で、敵たか。ダメ！いやはぁ。これんかったなぁ。いや、だから、やっぱ、最後の延長のこれは弱いのよ。やっぱり、矢倉の。はい、いや、そうですね。うん。これの、ああなっちゃうともう負けのビジョン。そうそうそう。一個前のとこなのよ。はい、問題は。一回チャンスあったじゃん、第一関門。いや、全然ありましたね。うん。あそこ。そうですね。その、降ろさしたくないの時に、一回僕また、さっきの右行くじゃないですけど、うん、ちょっと矢倉、俺が乗っとかないとダメかな、みたいな。あ、やっぱ続けろしちゃった。いや、いいよ。ラスト行こう。そうそうそう。なっちゃって、一回判断遅れましたね。あれも多分下に潜伏してたら持ってきましたね、あのボトルのやつ。うん。第一関門は、もう自分が乗ってでも進めとくべきなん、矢倉は。はいはい。チャンスがなくなるから。もう時間がなくなるにつれて。あのマップとか関係なく、どのマップも。どのマップでも第一関門は俺全部自分で乗る。はいはいはい。ガチマッチに関してはね。試合だとそんなことしないけど。なるほど、なるほど。あ、モンガラ。あ、モンガラ。そうなのよ。みんな乗んねえのよ、このゲーム。乗らないっす、ね。うん。さっきもなんか、俺乗った方がいいのかなって、ちょっと。ごめん。いやー、これは無理だね。ナイス？あれ？右3枚いてたよ。ナイスすぎる、それ。ああ、はいはい。右に寄ったから乗ってるっていう。矢倉神。矢倉神すぎる。状況分かってるとね。ここはもう血を詰め。あ、
中央詰めですか。あ、岩下しか乗れる状況にないなら中央詰めしなくてもいい。第二関門まで進めるでいいけど。まあでも今のタイミング的には中央詰めしたいとこ。はい、中央詰めのタイミングですよね。うん、ただ周りに乗れる人がいなかったからもう岩下が乗るしかなかったから、もうここも中央詰め。もうがっつり前に出ていい。もう死んでもいいからがっつり前に出る。そう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 、アーマー入って死ぬとかすれば最高。あー、まあ負けなかった。ナイス、第2巻も突破。素晴らしい。そうそう、そこまで押すと敵止めれないから。今のレールのとこまでね。そうですね。うん。あれ、最高じゃん。今のチーム。相打ち。ナイスナイス、23でかい。もうほぼ勝ち、これ。なるほど、第2巻も突破したら勝ち。おい、嘘だろ。ほぼ勝ち。諦めた敵。いや、諦めてはないでしょ。いや、諦めるやついるんすよ。諦めるやついるんすよ。諦めるやつ、ゲームで。第2関門、第2関門取られたら負けってやっぱ分かりすぎて、うん、もうやめるやついるんすよ、ここで。そんなやついる？あ、いいね。そういう敵の櫓が戻ってるときにそこ行くのめっちゃいい。それやられるんか。欲しいね。まあでも3落ち入ってたから全然大丈夫だと思う。無駄な馬車多いんすよね。まあね、無駄な馬車をなくすは結構極意かもね。そうなんですよ、無駄な馬車が多くて、うん、待って、右押さえてくれてなかった。そう、ここ2落ちでしょ。もうここ中央詰めなんだよね。あー、俺中央詰めか。うん、今の中央詰めタイミング的にはね。いや、そうっすね。うん、タイミング的には今のが中央詰めのタイミング。もう乗んなくていいよ。そうっすね。うん、もう22カウントあるし。そうそう、そっから第一関門止めに行くのも強い。その坂んとこ突撃して、金網んとこ突撃してね。いや、全然当たんなかった。全然当たんなかった。ナイス、味方強い、ありがてえ。さあでも人数的には相手が進めてきそうか。ああ、でも相手も落ちたか。うん、いいね。進めてるんで。これもやっぱ音でバレてんすかね。うん、音でバレる。めっちゃわかる。これ手前のやつから処理していかないとダメだな。まあ、2落ちで相手が進めてるから、まあ、これ3落ちでしょ。で、ここ今前詰め。今、ここ中央詰めのタイミング。もうそこの手前の敵とかどうでもいい。岩下がやんなきゃいけないのは、そこの通路から来る敵を倒す。ちょっとイカが見れてないの、俺。今、ネクロがいた位置の角とかに潜伏して待つのも強い。はい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 。2落ち。いいよ、ずーっと潜伏でいいぐらい。あ、まあ1枚落ちたから。いやー、全然何もできてない。まあ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 、もう正直止めりゃ終わりだから。まあ味方強い。あ、3落ち。こういう時にさっきネクロがいた位置に潜伏。そう、その辺とかに潜伏しといて敵が来るからそれを倒すみたいな。ナイス。まあ、最初の本当に進めで、うん、まあ前詰め良かったよ。うん、岩下があのレールのとこまで詰めたから、はいはいはい、もう敵も止めれなくて第2関門進んだって感じだから。はいはいはい、はい、第2関門進んだらもう止まんないから、このマップ。そうっすね、うん、難しいっすね、やっぱ攻めが。うわ、そうそう、あれをさせない。はい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 、はい、逆にね。うん、なるほど。で、あれをしてきたとしても壁から第2関門は止めれんのよ。壁、あれ知れたのだいぶでかいっす、うん、あれマジ強いから。確かに。そうなんだけど、やっぱり武器種的に櫓を完全に止めるはやっぱできないから、届かないとか、はい、柱に座れたみたいなのがめっちゃあるから、
まあ、やっぱ武器としてはそんなにやっぱヤグラは強くないだと思う、ガチマッチに関しては。なるほどな。うん、まちょっと X も言ったし別武器もなんか使う、うん、ああいいんじゃない、ちょっと考えてるんで、まあ、そこら辺もちょっと兄さんが言ったやつ使っておくと、うん、なんで俺自分の使いたいの使えよ、え自分の使いたいの使えよ、なんで俺の言ったやつ使う、言ったやつだからみんなにやっぱいやもうヒロチンガロン使っとけよみたいな、うん、結構言われますけど、うん、いやでも西さんガロンのこと言ってないから。あれ西沢トゥーン2やってんじゃん、はい、お前だけ。西沢トゥーン3来たら西沢トゥーンやりますよ、また。あれ楽しくやります。いやいや好きなの使ってくれマジで。やだよなんか責任もあるし、なんかでも合うんすもんだってそう言われたやつが、甲子園のバケスロもそうだし、まあね、まあなんか間違ったことは言ってないと思うから。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、またちょっと新武器見つける回もちょっとお願いします。ああそれ、ああ新武器、ヒロチン新武器見つける回ね、新武器見つける回、ああいいんじゃない、いいんじゃないですか、また来ます、はい、はい、まあちょっと頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、またまた、チャンネル登録お願いします。